久々のプレイングです。久々すぎて、いろいろと忘れたりしてませんか？以前の私が何を考えてプレイしていたかは綺麗さっぱり忘れましたが、まあ問題ないです。今の私にも、一つの考えがあるので。その、考えというのは、要は防御を固めるっていうことなのですが、今まで横に並べていたタワーたちを、今度は縦にも並べていこうと思います。あれ、今までみたいに迷路に入らせて、それを横に並べたタワー群で蹴散らすのが定石じゃなかったんですか？今まではね、以前ちょこっと触れたけど、壁を無視するモンスターがそろそろ登場するんですよ。その場合、迷路なんて関係なく、まっすぐ進んできちゃいます。その対策のために、縦方向にもタワーを増設しようと思いまして。なるほど、横一列だと、そこを通り抜けられたらおしまいですもんね。それで、タワーはこのように設置。建設数の上限に達してしまったので、一旦これで打ち止めです。今日から襲撃が強くなるって言ってましたよね。ちょっと不安ですが。今までのモンスターなら、多少数が増えようが対応できると思います。いつからその、壁を貫通するモンスターが出てくるかが問題です。そこからが本番と言っていいでしょう。恐怖のカウントダウンですね。夜が来ましたが、まだ壁貫通のモンスターは登場せず。でも、ハオスミが増してきましたね。動きの遅いゾンビやスライムは、だいたい迷路入り口付近で倒せます。スピードの速いスケルトンが群で襲ってきた時に、出口近くまで進まれる程度です。まだまだ余裕があるよ、といったところですか。まあでも、漫然とした不安があるのも事実、そして新しい攻撃手段を手に入れたいという気持ちも一つ。使えそうなタワーがあるので、今晩までに立ててみることにします。犬が村人よりも有能である証拠をここにお見せします。すごい。落ちてる作物を倉庫まで運んでくれてる。村人と同じくらいか、下手したらそれ以上の数を同時に運んでくれる上、動くスピードも速いという。さらにモンスターに襲撃された時は、積極的に戦ってくれます。マジで有能だった。そんな犬以下の人たちが、またやってきたみたいです。言い方がひどいひどい。しかも今回は4人もやってきました。これはとてもありがたいです。これで人口は33人ですか？だいぶ増えたね。でもそれ以上に職業が増えちゃって、人員不足なことに変わりはないという。で、なんだ？どうしました？説明を読む限りだと、村人のうち1人が年老いて、引退したみたい。引退した村人は、仕事に就くことはできないけど、先人の知恵的な感じで、他の若い村人のスキルを上げる、らしい。そんな要素もあったんですね。ということは、いずれ寿命を迎えることもあるのでしょうか。きっとそうだろうね。村づくりゲームの宿命だね。おそらく、墓地を建てる必要が出てくるんだろうね。スペースを空けておかなきゃ。では、新しいタワーを建てましょうか。その名も、バリスタタワー。モンハンに出てきそうなタワーですね。イメージはその通りで、槍を打つ感じですね。そしてこのバリスタ、威力も高いのですが、何より射程が棒タワーの比ではないくらい広いです。ただその代わり、連射速度は遅いという特徴を持っています。なるほど、集団の雑魚的には強くないけど、っていう施設ですかね。まあしかし、他のタワーと比べてコストの高いことよ。ちゃんと仕事してくれないと困りますからね。こうやって3倍速で建築の様子を見ていると、最初と比べて発展したんだなーって気持ちになれます。大人数でガチャガチャと立てていく感じ、見てて、というより聞いてて楽しいです。にしても、材料もそうでしたが、建築にかける手間もすごいかかりますね。その分性能にも期待できるんでしょうけど。建築が終わりましたね。はい、バリスタタワーの射程ですが。広いっすねこれ。今の村なら全部飲み込んじゃうくらいの広さだね。これだけ遠くまで届くので、他のタワーを前衛にして、公園に構えておく使い方でいいかも。ということで後方に1台増設、2台あればしばらくは十分かな。また建築上限に達したのでキャンプをグレードアップしたいのですが、そろそろコストが辛くなってきました。キャンプのアップグレード以外に、建築枠を増やす方法ってないんでしたっけ？いえ、もう一つありますよ。それが、アンチラリーという建物を建てることです。建物を建てたいから、建物を建てる。この建物は、種類を絞らず保管できる倉庫？みたいな感じ？あんまりよくわかってないんですね。機能自体はキャンプとあんまり変わりないですから、サブキャンプみたいな立ち位置ってことで。完成したので、建築枠が4、増えました。ノーワーカーズって表示が出てますが、もしかしてまた専用の職業が追加されました。そうそう、オーガナイザーっていう、アイテムの整理を担当する職業が追加されるんだけど、
私の感覚ではまだ不要かなってことで、今回は割り当てをいたしません。それで、すでに時間は夜です。今日は壁を貫通する敵は来るかな。いつでも迎撃準備は整ってますが、まだ来ないようです。なんかすごいじらされるな。来ないに越したことはないのですが、そろそろ動画に出したいなという思いが。そうそう、そしてですね、やっと新しい録画に入れたということで、ようやくこの闇が明るくなります。やっとか。今建設中です。どうだ、明るくなったろ？おう、一目瞭然だ。これで夜間の映像も動画にできます。まあ変わり映えしなければ全カットなことに変わりはないのですが。ですよね。その後は何事も起こらず朝を迎えました。夏が終わりましたね。夏は5日間だったのか。秋も5日間みたいですし、どうして春だけ4日間だったんだろう。にしても、日を追うごとに夜明けの光景が悲惨になっていきますね。襲撃の強さが増してる証拠だね。今回もちょっと尺が足らないのですが、展開の都合上ここまでにします。閉めようとしてるとこすみません。なんで柵を壊そうとしてるんですか？ああ、そろそろ柵をより頑丈なものに置き換えようと思ってまして。一本道を作っておけば、おそらくモンスターが壊しにかかることはないと思うのですが、一応ね。あ、ここのウプ主特有の予告演出が出た。さて、何のことだろうね。わざとらしい。それにしても、この辺りが勝負だと思ってたから、録画前の前回にあんなタイトルをつけちゃったんだけどさ。普通にゆるゆるでしたね。これからものんびりプレイできたらなぁという叶わない願いを歌いつつ、尺も7分まで稼げちゃいそうですね。私の質問のおかげでございます。では、また次回をお楽しみに。バイバーイ。